はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、以前僕の動画でチャーシューエッグ定食をね紹介させていただきました、この栃木県小山市の喜作さんに2度目のね来店ということで、以前はねこちらの喜作さんでいろんな定食をいただきつつメニュー紹介みたいな形の動画をね、皆様に公開させていただきましたが、本日はですねこのお店のデカ盛りに挑んでいこうと思います。こちらのお店さんがですね、基本的には一品一品大きいものが多くてですね、かなりリーズナブルなメニューなんですけれども、それ以外にもこちらね、大きいね丼物だったりとか、桶に入ったような爆発丼だったりとか、とんでもないサイズのメニューがあるんですけれども、実はですね先日 SNS の方で5キロのカツ丼とカレーが相盛りになったセットを食べたみたいな記事を見まして、本日はねちょっとそちらの約5キロの相盛りの桶盛りに挑戦しようと思います。まあ5キロっていうのは結構こう僕らでも多い量だと思うんだけれども、 SNS を見るとその食べた方が約15分ぐらいで完食をされたと。まあなので今回ねチャレンジメニューではございませんが、一応目標というか指標として15分でねチャレンジの時間を設定させていただきまして、こちらの喜作さんのデカ盛りメニューをですねセルフチャレンジしていこうと思います。すでにですねメニューの方は作っていただいておりますので、完成するまでもう少々待ちたいと思います。はい、2日で相盛りですね。はい、ありがとうございます。ということで、ただいまですね本日いただきます相盛りの、桶デカ盛りが到着しましたが、とんでもないサイズでございます。今回はですねとんかつやカレーで、これちょっとタレが和えられた唐揚げかなに目玉焼きが乗っかった一品となっておりまして、実際にですね、改めて今回の料理を測ったところ 5.4 キロになっていたそうです。大増量でございます。ただですね、まあ、もちろんお話しした通り、これからねちょっと時間を変えるのもあれなので、せっかくですから15分で挑んでいきたいと思います。で、いつものねチャレンジ詐欺ではなく、今日はガチで食レポも喋りもほぼありません。これはねマジで挑まないと無理だと思いますので、僕の動画ではもう何ヶ月ぶりか分かりませんが、タオルを巻いて挑んでいこうかなと思います。そしたらねこちらタイマーは本日セルフでおさせていただきたいと思います。15分の時間制限、3、2、1、スタートで、はい、いただきます。よし、うまっ、まずは、そんな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 、そん
Thank you.
Yeah.
ということで、今ですねチャレンジ終了しまして、ありがたいことにお店一丸となってね応援してくださったみたいです。で結果としてはですね、14分と7秒ってことでしたけれども、もちろんね制限時間はなんとかクリアしたんだけど、こちらのお店さんではですね、一般の常連さんが同じ量を15分ぐらいで、大体ぐらいでってことなんですけど、食べきったっていうことだったので、僕がこんだけねガチチャレンジの食べ方で食べてこの時間なのに、普通の方が15分ぐらいっていうのはもうやばい。こんだけ YouTube とかテレビとかやらせてもらってますけど、本当に世の中は広いなと思いました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今回ですねこの本当に素敵なお店キサキさんのメニューをね紹介することはできなかったんですけれども、以前撮った動画の方ではですね美味しいメニューをしっかりと紹介してますので、合わせてそちらの動画もご覧いただければと思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。疲れた。